えー、ガーシーは政治家になって芸能界国会議員がズブズブの関係、えー、企業家の権力者、お金持ちと国会議員のズブズブの関係を壊したい時期を巻いているので応援しています。えー、そんなことは可能と二人思うでしょうかマスコミの政治家の一存で芸能ならできる日本、三木谷さんのガーシーの Twitter をバンしたり、癒着があるのではだからその、芸能人のアテンドをやってた時に、政治家をどれくらいアテンドしてたかという話だと思うんですけど、それはもし事実を掴んでいるとするならば、 東谷さんが、うん、だからそれは明らかにしてほしいですけどね。で,すねまあ、でも過去にその政治家のこういうの持ってるよっていう話を言ったことがないので、今更実は政治家の情報をこんなにいっぱい持ってましたっていうのはないんじゃないかなと思いますけどね。その新規で情報を手に入れることはもうできないっていうことだと思うので。もし持っていたら、週刊文春に売るといいと思いますね。<laughs> まあ確かにとあるとするととす、まあ、新規の垂垂れれ込みをその裏を裏取らなない状態で垂れなく 流すっってていうあのの暴露系ユーーーチュバがややる行為をそのままだかあのこれこれさんだったりとか柴田さんだったりみたいななんかそのネット上でこういうことありましたみたいな情報を、まあ、ある程度その電話とかあのもらった写真とかでこういうことあったらしいよみたいなのを出すっていうだからプチ文春とかプチ新長みたいなああいった形のことをガーシーさんがやるようになるとまあ国会議員のが出るかもしれないんですけど。 まさかそれぐらいだったら文春とか慎重に売った方が儲かるからなかなか難しいんじゃないかなと思いますけどね。チャンネル登録よろししくお願いします